待て、なんか今なんかやってなかったやつ。ああ。いたー。いた。攻撃してくれ。今のうちに攻撃してくれ。こいつ状態異常が多いぞ。来いよ来いよ、俺んとこ来いよ。どうせあいつまた何かやるんでしょう。回復してるかなあいつら。え、朝ごはん、うん、なんで俺の朝ごはん。俺朝ごはん適当だよ。やべ、一人くたばった、一人くたばった。天の息吹、これ不死鳥でいいんじゃない。やばい、オリバーも死ぬ、多分オリバーも死ぬ。ね、強いんよこいつ。あ、ダメだ、全然回復も間に合わない、暗闇だし。意味が分からない。みなみさん、そろそろカップ麺食べながらでもいいかもしれないですね。そろそろカップ麺やばい、毒食らった。待って、あと一発毒食らうとやばい。あ、アシッドレイン終わった、うん、え、こいつ強くない。え、なんでこいつこんなに強いの。ひとしさん、うん、生き残ってるのもわら悔しいな。やばいって。これだ。レベル低い&いろいろ吹っ飛ばしすぎなんだよな。吹っ飛ばしすぎた。すごい。え、俺そんなに弱い？嘘。嘘、私ってこんなに弱い？うん。ちょっと大音量流れます。リパシさん、やっぱりここでモックンの出番ですか？画面戻る、大音量流れたよな。うん、うん、もっくん来ないでしょ。データ版お金使い切ろう。どうせ負けるならお金使い切ろう、ちゃんと。うん、結構さアグレッシブにやったんだけどな。レベル上げも結構やったよ俺。ほらフェニックスのもこれ、これも何個買ったか、20個買ったか、違う、20個、あとコーヒー30、え、70回復、いや30回復でいいわ。よしよし、オッケー、よし完璧、これ完璧じゃない。よし、もう一回挑むわ。うん、ちょっとさっきは油断した。うん、みなみさん、あとで1回ぐらい歯磨きしてくださいね、クスナガミパンダ。それもある、確かに歯磨きはする。スキップ。ここだ、セーブすべきはここだ、このタイミングだ。ラメールさん、うん、1週間ぶりにパンツも履き替えてくださいね。ふざけんなよ、なんで1週間ぶり限定なの。みなみさん、喫茶名言。ふざけんだよ、マジで。出番ね。どうしようかな。あれ聞かねえんだよな、あいつ。俺にはエンティティもにっこり。にっこりよな。プラズマボール。プラズマボール。聞かない。プラズマボール聞かない。ビリリ。あ、待て。みんな守って。自分を守ってみんな。うん。やばい、ビリリ、ナイスナイス。あいつなんかやってるな、ジャイロなんか撃ってんな、うん、え、マジで、え、やば、やばすぎんこいつ。あ、来た来た来た来
来た来た、さっきは来なかったのに。こいつの最強技、この最強技強いでしょ。あ、命生命の雨来た来た、よしよしよし、あいつになんとか。待て待て、みんな、みんな関西バナナやめよう。そうやるでしょう。あいつはね、攻撃なんてやらない、いつもあれ。あ、味方一人の状態以上直す。え、みんな毒食らってるだけでしょ。逆に毒食らったままでいいんじゃない。どうしようかな。そう、これだ、聖なる矢だ。よしよし、危ね、うん、よし危ね、よし。え、なんか丸めっちゃ食らってないやつ。長澤まさみが、お、生命の雨ギリギリナイス。だけど、だけどこっちも結構、あ、ギリ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 使えてない。待って、オッケーオッケーオッケー。全然全然暇がないんだけど、うん、ねえこれ全然無理なんだけど。ナイス、よし来た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 、ファイヤーストーム、マジで地獄に落ちろこいつ。暑いんか。リトシさん、かっこよ。かっこいいでしょ今の。待て待て、なんでついてくんのこいつ。うせえな、あいつ。オッケー。無理なんだよな。あれ全然勝てる気せんのかな。待って、こいつにチェンジしよう。こいつの方がまだ可能性あるわ。ナイスでしょ。よしよしよし。さあ、 MP がない人いませんか。 MPMP、 こいつがないだけか。じゃああとは勝手に回復するよね。さすがに、さすがに勝手に回復するよね。しないのかな。こいつスタンバっとくか。え、ちょっと何してんの。回復しないのあいつ。あ、してるしてる、オッケーオッケーオッケー。こいつさ、暗闇のショット、正確に暗く、ドクロショット、呪いの効果、毒食らうかなこいつ。効かない。みんな防御、防御よみんな。一人さ、これさ、一人さスタンバっててさ、待ってないといけない絶対。あ、あっちに元気玉落ちてる、元気玉落ちてる。待って、またえ、だからそれ効かねって、石化しないんだって。取らないでくれ、効かないのよ。トロトロ効いた今。あ、ためられた今、トロトロ効いたよね。
いたー。イサキさん、オリバーまた死にそうやん。お前に。やばいあいつ。オリバーいつも死にかけてる。MP もないんよ俺。MP がないんよ。南さん、と思ったんですけど、長林さんってのど強いですね。クスナガミパンダ。あー言われるね。なんかみんな喉枯れるんでしょ。ね、枯れてないね。アシットレイン、やばいやばい。そうなんだよね。だけどあんまり声張ってないよ俺。声張ってないからね。トロ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 いけるか。トロ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 ミス。全然そういうのじゃないけど。あ、なんかお腹から声。ダメルさん、肛門から出てます。肛門から出るやつおらんだろう。肛門から出るやつおらんだろう。実際に出てたらすごいだろ。テレビ出れるわ。テレビ出れるわ。トロトロ食らって。ミスって出るんだけど、これトロトロ食らってないんだよね。あ、解毒って出てるけど。コアが股間。なんだよコアが股間って。ないやろ絶対。敵がさ強いんだけど、トロトロ効かないしさ。じゃあ猿で行っちゃうか。猿で行っちゃうか。ミサキさん、あいつ扱えてなかったり肛門から喋ったり。これみんなが勝手に言ってるだけだからな。オッケー、防御。お前何を知ってるマジで。何を知ってるマジで。やめろ、もうしょうがないよな。やばいやばい、マルが死んじゃう。マサミが死んじゃう。大丈夫だった。マサミは、マサミは大丈夫だった。オッケー。殴れ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 。みんな防御。オッケーオッケーオッケー。だいぶ操作が速くなった。うまっ。もう捕まるわ。うますぎで捕まる。うますぎ剤。なるべく普通のアイテムでいこう。いけいけ、かきむしれ。ウーカ、よしよし、かきむしれ。防御防御防御。オッケーオッケー。待って、死ぬ死ぬ死ぬ、マジで死ぬ。いった、邪魔しないでアイテム使うの。ちょっとマジで邪魔だからこいつ。なめんなよこいつ。執着しすぎだろこっちに。またこいつアイテム拾ったの、あのキャン玉。やべえなあいつ。やばいよな。なんで？待て待て、やばいやばい。アイテム結構使った。よし。ウーカなめんじゃねえぞお前。オーラバリア。あいつ顔が見えなくなってるぞ。ミスりまくってるなウーカ。いけるいける。もう大体もう攻撃パターン読めたわこいつ。はい、残念。残念だなお前。待て待て、危ない。本体が死ぬ、本体が死ぬ、マジで。待って。リトシさん、初期面のポニョとイツワエンジェルと混じって戦うピタゴラがかっこよすぎるな。ずっとゲーム。ピタゴラか。ピタゴラさ、全然もうあれなんだよね、あんまりもう役割を果たしてないんだよね今この戦闘に関しては。あいつが挑発してくれたらさ、もうちょっとさうまくいくのにさ、全然挑発してくれないあいつ。待て、これなんか減ってない味方。結構 HP 減ってない。あれ耐えきれるの。
オーラバリア、ナイス。これさ、誰かが魔法使うとさ、なかったことになるんだよね。ヘイト、危ねえ。ヘイトが向かってるっちゅわ。あいつがワープしたらさ、大体これ、うん、パターン覚えた。あいつがワープしたらもう防御してくれ。で、解放して MP 大丈夫かな、味方。あ、結構やばいね、この少年。ほい、我も MP やばいなり、我も MP やばいなり。あれ MP 回復、あった。え、なんか味方死にそうじゃない、あれ。いや、死ぬんじゃない、あれ。奇跡の雨。え、今あいつなんか魔法使ってなかった？よし、オッケー。よしよしよし、オッケー。よしよし、オッケーオッケー。これでみんなをサポートする。全然 MP が持たない、このやり方。全然 MP 持たない、マジで MP 持たない。やばい、うん、アイテム使ってると隙ができるんだよね。いったー。なんか向かってきてない、違う、明けのせいか。強いんだけど、みんな、なんなのこいつら。みなみさん、強いな、うん、全然防御するあれもない。あれ、もうウーカ行くわ、ウーカ。ウーカ行きます。みなみさん、手の高さに減ってる。ちょっとずつね、減らしてるよね。ね、こいつがさ、ヘルムストーン取ってもさ、石化しないからさ、他のやつが取った方がいいんだよね。え、お、なんかキャンセルさせた。いいよ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 。あいつさ、挑発だけやってればいいのにさ。よしよし、ボケボケボケ。もう俺も攻撃に参加する。もう俺も殴りまくる。いたいた。あぶね、死ぬ、これ死ぬ。オリバーいつも死にそう、わらわら。オリバーいつもギリギリだよね、あいつ。オッケーオッケー。待ち、ゆとりのある待ち時間。オッケー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 。ね、ここでこれ気付けにいっぱい。あ、待って、ボール転がってる。待って、ピタゴラ、ピタゴラ、お前拾うなって、マジで。これどういう神経して拾ってんの、マジで。お前、味方の首絞めてんだからな、お前。こいつなんだろ、マジで。ホントにホント外役なんだけど、あいつ挑発だけしてればいいのにさ、あいつ。あ、セイナリア、え、ナイスナイスナイス。よし、ボーグ。全然いいことじゃねえよ、あいつ。防御してるやつがいる。何があった？危ない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 。よしよし、危ない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 。ヒールしてたの、今誰か。食らったな、これ。オリバーいい加減にしてくれ、あいつも。待て待て、これ樹脂、これちょっともう使い切りでいくわ。よしよし、
めぐみの、めぐみの聖水だぞお前ら。え、あーオーラバリアか、びっくりした。なんか攻撃頻度が高すぎるんだよね。素で食らってるやんこいつは。やばいよね。もうこれ使わないと勝てねえんだけど。あ、マル？マル？待て、元気玉が出てる。待て、元気玉拾わして。元気玉どこ行ったの？ねえ。待て、一旦ガードしないと。もう元気玉どっか飛んでったよあれ。よしよし、危ない危ない。あ、元気玉、元気玉、ちょっと待って、ちょっと待って、OK、拾えた。ゴッドスティールって何？どういうやつ？説明書いてあったの今。おお、初めて見た。ごめん、一番の足で待ってる俺かもしれない。ちょっと待って、ちょっと待って、これ、ちょっと待って、ゴミだった、ちょっと、ゴミだった、マジでゴミだった今、今のプレイはゴミだった。今のプレイングはゴミだった。一番ゴミだった。してびっくりした今の。そういえばこいつアイテム盗むキャラだったね。そういうキャラだったわ。やばいやばい。オッケーオッケー。みんなガードよガード。みんなガードよガード。あ、そう。持ってるの分かってるしさ。違うのよ。なんか、あ、待て待て、間違って攻撃しちゃった。なんかすごいアイテム、すごいアイテムじゃない、すごい技を出すかと思ったのよ。コーヒー、よしよし、待て、OK、全然攻撃あれ減らねえ。攻撃頻度がひどいこいつ。もうこれ倒せんじゃないの。ちょっと待って、こっち、みんなみんなやばいね。やばいやばい、もうもう HP 回復しないとやばい。あ、倒した。いやー、南さん、あと2人だわ。いやー、ありがとう、倒せましたよ無事。2400、ミーナミ373さん、グスナガミブンブン、ありがとうございます。 GG でございます皆様、ありがとうございます。無事に終わりました。いやー、全面ですわ、本日で。もう気分は全面よな、ほんとに。あ、佐藤さん、おはようございます。おはようございます。ウーカは雷を覚えた。雷ってなんだろう。全体攻撃かな。全体攻撃だったらめちゃめちゃ嬉しいんだけどな。いやー、おはようね、あさとちゃん。失望したぞ、空の女王よ。ジャボ様。ジャボやって、どこに。ジャボ様って。空の女王よ。お前は私外で出てくるのに、また。失うには惜しかった。いいの。夕方？オッケー。賢者といえど、所詮は人間。私の代行者としての役目を果たせぬか。君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。ありがとうございます。価値などない。やばいやばいやばい。お、何？ヘブルチ。ああ、待たせたな。ヘブルチ、なぜ？なるほど、ヘイブンの残党か。面白い。どこまで抗えるものか見ものだな。うお、
こいつめちゃめちゃ綺麗キャラだね。愛の心だってよ。愛ならここにある。え、愛行っちゃった。気持ち悪いって言われてるこいつ気持ち悪いって言われてる。大丈夫か。ふわ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 、愛が全てを救う。うん、じゃあちょっとあなたの愛いただきますね。ちょっとこっち向いてもらえますかね。ちょっとこっち、ちょっとあ、まあ、こっち向かないんですね。ちょっと愛いただきますね。はい、愛いただきます。はいはい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとラブ注入させていただきますね。いいですか。ちょっとラブ注入でございます、はい、いただきますね、はい、ちょっと、はい、はいはい、ラブ注入、はい、よろしくお願いいたします。はい、これが愛です。どうでしょうか。これが愛です。それが愛です。笑った。うん。うん。うん。あさとしさん。うん。そう。愛を奪われたのよ、このサザラは。人を愛するっていう気持ちを失って、凶悪、悪の手に落ちて、だけど、このサザラを愛する、なんだろう、空族みたいなやつがいて、愛してるって言ってて、俺は愛で溢れてるからって言って愛のかけらをくれて、その愛のかけらをこのサザラに入れたら元の人格に戻ったという。すごい、もう思わず泣いちゃいそう。ラメールさん、うん、長見さんにも早く戻ってくるといいね。俺に愛が俺はな、こんなな、こんなラブストーリーな、うん、もうこれマジでさ、毎回毎回ちょっとエンディングっぽいんだよな。前もエンディングっぽかったしさ、あの王子様とお姫様のカエルになった話、エンディングっぽいんだよな。空賊王と女王様、うん、それはヘイブン遊撃飛行低空部隊隊長ヘブルチ様。家族愛ってこと？愛は愛でも、うん、そんなことないよな。お、言えよ、わかんねえから言えよ、マジで。わかった風に言うなよ、言わせろこいつに。うるせえなこいつ。まあいいや。いやー、いい話でしたね。伝説のページも全部埋まったんじゃない？ほぼほぼもう。本当に。うん。
どういうこと？また嫌な予感するな。ちょっと嫌な予感するな。ちょっと宿屋で一泊してきていいか。ちょっとヘトヘトなんよ。宿屋で一泊してくるわ。セーブはいいや。ん？あれ？ん？あ、出たよしよし。おい、もうそろそろさ終わりだと思うんだけどな。雷っていうのが気になってさ。あ、一体だけか。どうしようかな。めっちゃさ、魂がみなぎってるやつ、こうやって。俺結構揃ってんだよね。信じる愛。これ最後に行こうか分かんない。これ。これなんだろうね、心のかけら。くぅくぅ、この殴り方たまんねえ。くぅくぅ。粉雪しっぽ。南さん、長身後ろ終わるといい続ける長民さん。ね、後ろ側でです。マジでさ、もうそろそろマジで終わると思うよ。だって伝説のページだいぶ埋まったでしょ。埋まってねえな。あと4あるな。ちょっと待って、ね。埋まってねえな。結構埋まってねえな。あと4話か。長身が推しです。ありがとうございます。あと4話か。レッカー大陸、最後の大陸か、大陸的には。南さん、うん、楽しめるわい。クスナガミブンブン、クスナガミブンブン。きついだ。そろそろ体力限界には近づいてきてはいるんですが、サザラへの愛。ラメールさん、久々にグミザルさんのが聞きたい。長見頑張って。俺がやってるよ今。ダメか。ここにいる？これクエスト版。ありがとね。ありがとね。多分出ないよ。そうそう。みんな確率は均一にしてるからね。俺の声だけはあれ超低確率にしてるから。長見。ありがとね。32時間の時点で3分の2やぞ。長見ー。ん？32時間で3分の2やぞ。3分の2か。厳しいな。だけど今もう、サブクエストやってないからね。今日ちょっとあれがあれなんで。今日ちょっとあれがあるんで。ちょっと門限があるんで、私。ちょっと、ね。行こうか。グランドフィナーレ行こうか。南さん、うん、明日の朝あたりで終わりますね。マジで言ってる？やばいな、マジで。ゾウモツさん、32時間ってなんだい？ゾウモツさん、ウェイ。このゲームをクリアまで頑張るっつって今頑張ってるんですよ。もう終わりじゃないかなと思ってるんですけど、50時間コースらしいです。最後の朝を迎えるってわけ。50時間コースらしいです、これ。ゾウモツさん、ゾウモトズモモモ。やばいですね。うん。トゥン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 。あ、すごい。あ、すごい。
帰った。来た、伝説の杖に弾が3つ入って本来の力を取り戻した。来た、うん、ヒールオール。ミーナミ373さん、ウェイ、天の声、召喚、召喚すごくない？ウェイ、うわすごい魔法ばかり、特に召喚の魔法、あなたおえ主たちとも戦ってきたはずです。美しい宝玉、あ、あったね。すげえ。南さん、門限何時ですか？くすなだみ病気。門限はね、なるはやでこのゲームを終わらせるっていうことが重要なんですよ。よいしょ、暗黒の七指示はこのレカの来た死者の湖の草。南さん、うん、わらわら、もうやばいですよ。うんうんうん、とつながりの笛、うん、この笛削るさ、ゴロネオ、なら僕よ。伝説の杖、グランディを復活させた証。きた。これでさ、あの開けれない宝箱開けれるようになるの？このあのなんか今の杖だとこの強固なこの閉じられた高度な魔法の力で守られてる。これ開けれるようになるの？これ最強の杖なんだよね。開いた。ベルさん、サイト探索頑張って、ウェイ。マジで言ってる？エヴァビュー完全回復する。うわぁ、やだよもう。魔法まだないやついっぱいあるもん。結構埋まってきたけど。マジで。で、また魔法の説明俺ちゃんと読むわ。ヒーロールあった。体を癒やす。うん。南さん、うん、まだ朝だから大丈夫。クスナガミパンダ、クスナガミブンブン。まだ朝だから？ほんと？これ透明まだ一度も使ってないんだよね。え、なんだっけ、あと召喚だっけ。召喚と召喚がどこ、召喚がないね。あった。通常仲間にすることが一時的に召喚し、へえ、まあ、それぐらいだよね。この自信も使ってないね、そういえば。よし、OK。また拾いに行かなきゃいけないの？拾いに行かなきゃダメ？俺、クエストマジでクリアしてないけどね、全然。マジか。俺さ、すぐ近くにさ、封印された宝箱あるところわかるんだ。ここ。ここのさ、洞窟、入ってすぐのところ。ここの洞窟、お尻から入ってすぐのところにさ、あるんだよね。ここ。ここにすぐある。それは覚えてる。どこだったかな？あれ？え？なんか変な人いる。え、何こいつ？あれ？こいつ、妖精村のやつじゃない？南さん、うん、まだ先があると思うとまだ楽しめるとワクワクしたもんです。強すぎるやろ。マジで？え、ギャングトッシシ。ベルさん、さっきみたいにカジノアイテムでゴリ押すにしても最低限のダメージ通るレベルと装備ないと大変だと思うぞ。やっぱり
どうしたらいいのじゃあもう、うん、このミニクエストを全部クリアしろってこと？全部で3体いますって、うん、いや倒さないけどさ、カジノアイテムでご利用しじゃないと無理だよもう。アイテム合成して作れってことかな。いやもうそんなこと、ほらほらこれ、そんなことしてる時間ないよ。アンロック、うん、よし、ぐんぐんジュエル、ジュエル系か。ベルさん、うん、時間はあるだろ、長見さんが持たないだけでわらわら。ああ、ほんとその通り、俺が持たないだけ。もう俺このままだと持たないのよマジで。いやここからプラス20時間はつらい、さすがにつらい。ギリギリ体力持つかどうかマジで、絶対20時間はきつい。ギリギリ体力持つかどうか、本当に本当にギリギリだと思う。だから、ちょっとさ、マジで。ギリギリないよな。よし、行こう。マジで行こう。ちゃんと行こう。もうこっちら辺は無視だわ、無視。ボリューミーすぎる、このゲーム。またどっかの洞窟でレベル上げしなくちゃいけない。オリバー様、聖なる木片でございます。あれ、ベジータの声優じゃなかったっけこの人。あれ、うん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 、行こう。さあ行こう、コロネールへ。もうテレポートで行けるっていうのがもう便利すぎる、本当に夢みたい。もう佳境よ佳境、本当に。本当だったらさ、新しい街それぞれ見て回ってさ、こういう、あ、クエストあるぜって、ここクリアしようぜみたいな感じでさ、一個一個丁寧にさ、しらみつぶしに潰していってさ、で、ハンコもらって、で、その交換カードで、まあ、経験値ちょっと多めにもらえるようになりますよとか、アイテムドロップするようになりますよとか、そういうのさ、そういう機能をオンにしていって、楽しむもんだと思うんですよ。今やってんの、ご了承だからね。もうさっき言ってた、ベルさんが言ってたみたいに。入れないの、もしかして。え、みなみさん、なんでだろう、長見さんがもう終わりだからとか言うと、うん、長引きそうって思っちゃう。終わらせるよ。どこだ、あっち外。これさ、木片なくすなって言われてさ、まあ、フラグっぽかったけどさ、うん、結構さ、街に活気が出たのかな。あの、心が、感情が溢れてる人多いよね。あ、そういえばここの2階にもあったね。頑丈なやつ。ここの2階にもあったわ。ここ。あったあったあった。最初の街。懐かしい。ここ。ここにもあったよね、宝箱。あったあった、これよう覚えてるわ。いやー、やっと開くようになったわ。琥珀の鱗、合成素材かな。え、装備品、あ、アクセサリーだ。光属性の技で与えるダメージが増える。へえ。
いいね。どこだっけ。あ、武器屋か。よしよし。いや懐かしい。お邪魔するぜ。夏。ネズミ族の少年。え、マジでこの木材も売ろうとしてんの。ちょっと待ってよ、こんなこまごましたのでさ。あ、いるじゃん、いきなり。なになに、え、ここにいるの。え、どこにいるの。どこ？上？あ、いるな。いるな、上に。待て。あれどうやって上行くの？え、あれどうやって上行くの？え、あそこどうやって行くの？え？あ、ここ？通れるようになってる、もしかして。あ、通れ。ちょっと待て。これ浮遊じゃねえか。ちょ、使えない。待て、これ何？あれってこっちから？あ、ここから行けるやつ？あー、なんだなんだ。あ、いた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 。ふざけんなよ。うん。マークだっけ？なんだっけ？マークじゃない？うん。あ、ほらマークだ。行くか、一の国に行くか。久々の一の国だね。だいたい戦闘が全部地獄なんだよな最近。レベル上げも結構頑張ったんだけどな、全然うまくいかないし。やっぱ武器防具が弱いのかな。でもな、あ、マークの家こっちだったっけ。ここだっけ。ここがガレージだっけ。あ、違う違う、なんかマークついてんな。全然違うじゃねえかよ。ちょっと待って、こっちか。マークの家ね。ルルルルルルル。あ、あ、こっちこっちこっち。え？なにこれ？恐怖なんだけど。え、これ何？行くよ、魔法かけちゃうよ。時戻しだよ、時戻し、時戻し。オッケー。どうよ、いいでしょ。よし、クエストもついでにできてよかったわ。
待って、なんか言うことある？はいはいはい。あ、マーク、久々。南さん。うん。ナイス！ナイス。俺に仕返し？うん。ああ、結果的に？あ、ナイトメアか。またナイトメアか。またもう激強なのかな。もうゲロ強なのかな。もう嫌なんだけど。なマーク名って何？なんで文字ってんの？流行ってんの？最初ナイトメアだったのに。ああもうやだマジで。マジでやだ。マジでやだ。マジでやだ。どうしよう。うん。いややるしかねえか。行くか。なんだミスってんじゃんこいつ攻撃。あ待って待って間違った。攻撃シフト。こいつ攻撃もしかして弱い。こいつ弱いんかお前もしかして。こいつ弱いんかもしかして。いたた。こいつ消えるんかな。オッケーオッケー。もうなんかだんだん戦い方慣れてきたわ。ちょっと一人なんかめっちゃ食らってるやついますね。めっちゃ食らってるやついますね。何それ。なんかもう警戒して損したんだけど。うん、うん、なんで防御してないのこいつら。せっかくさ、せっかく早めに教えてるのに。回復してよ。なんで回復してないのこいつら。いった。なんかめっちゃ食らう。何これ。あ、ジャキだ。ね、全然やってくれないよねあいつら。こうやってさ盾になって頑張ってんのにさ。あ待て待て、他のとこ行っちゃった、うん、よしよし。闇の雨、うん、お、みんな防御してる。ナイスナイス。分かっとるやん分かっとるやん分かっとるやん。いた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 。あ、鍵が変わったわ。こっちだよこっち。こっちだよこっち。こっちこっち。こっち向いてこっち。こっち向いて。やっぱさ、このこいつを安定的に使うのがコツだよな。ジャッキ、ジャッキはいいや。MP 切り気味の人いないかな。めちゃめちゃ安定してない？こいつなんで MP ないの？何があったこいつ。よしよし。みんな攻撃しないの？わらわら。こいつさ何があったんだろうね。待てこれあれはやばい。うん、オッケーオッケー。みんな防御してるよね。オッケーオッケー。オッケー。よしよし。オッケーオッケー。これ作戦さ
援護して戦うじゃなくて回復優先するでいいんじゃないかな。これでいいんじゃないかな。ジャッキーって何なんだろうね。よしよし、オーラバリア、めちゃめちゃ安定してるね。よっ、また他の人ここ見た、すぐ浮気する。オッケー、はい、こっち向いて。オッケー、めちゃめちゃ安定してる。オッケー、オッケー、オッケー。いや、こいつはこのままにしとこう。こいつは立ってるだけでいいから。いた、え、他の人とこ行ってる。オッケー、うん、これマークのさ、マークメアそんな強くないね。ジャッキーって何なんだろうね、マジで。オーラバリア、オーラバリアってさ、めちゃめちゃ MP 消費激しいのにさ、ようやるよね、うん、攻撃してるみんな、うん、え、一人防御してない、嘘やろ。よしよし、拾え、あの元気玉拾え、誰か拾え元気玉。じゃポニョか誰か拾え。じゃポニョ拾えって、はい、拾えって誰か、あれジャッキーの意味がわからん、あれ元気玉誰も拾わなかったのかな。全然 HP 減ってない、もしかして減ってる？え、あいつオーラバリア使うからやばい。ダメだ。全然攻撃しない。自由に戦う。マジで？自由に戦うでいいわ、もう。任せる。戦い方は任せる。あ、ちょっと。よし。危ない、うん、マジか、安定してないこれ、やっぱナイスナイス、危ない、オッケーオッケー、みんな攻撃してよ。 MP がないんよな基本こいつら、うん、おデタラメラブナイス、オッケーオッケーオッケー、減らせ、ちょっとでもいいから減らせ、一番いい。またジャッキー、うん、ほんと楽、うん、MP 回復、ちょっと自分もの分もやっとこう、危ない、よしよし、ナイス、いけ、殴れ、みんな殴れ、後ろから殴れ、ヘイトは任せろ、俺に。OK、うん、全然いいね、全然楽。あ、ボールが出てるよ、みんな。ポニョナイス、待って、これは俺が拾う。ナイス。全パラメータアップだからね、こいつが拾うと。いいねー、よしよし、拾わせろ。待って、お前それはやりすぎだって、あいつふざけてんな、こいつ自由すぎだろ。まあいいや、ダメージ与えてるからいいや。あ、まだマシだわ。あれ邪気でしょ、どうせ今のうちに挑発しとくわ。
いいわいいわいいわ、みんな後ろからめちゃめちゃ殴ってるよ。いいわ、今度雨でしょ、雨。オッケー、完璧。いいね、楽だね今回。え、防御してないやつがいる。嘘だろ、いや待て、こいつ。ウィーエア、いや、ジャッキーでしょ、ジャッキー、ジャッキー、オッケー。ジャッキーはほっといて、なんで HP 回復しないんだろうね、あいつら。あ、寝てるのか、あいつは。聖なる矢を使ってる。聖なる矢使うとか、やばくない？回復してるじゃん、だいぶ。オリバーがめっちゃ食らってる。やばいやばい、オリバーがやばい。オッケーオッケー。あ、あいつ魔法使いだから途切れるんだ、あれが。オッケー、危ない、ギリギリだった。オッケーオッケーオッケー、いいわいいわ、強いわ強いわ。次ジャッキーでしょ、ジャッキー。オッケーオッケー、ちょっとずつ余裕があるうちに今のうちに回復させこう、 HP。 オッケーオッケー。で次が雨でしょ。え、こいつかわいそうなんだけど。やばいやばいやばい、切れてる、超圧切れてる。待って待って、間違った、自分だった今。あ、やばいやばい、食らうわ。あ、食らわなかった、オッケー。あめ、ああ、それそれ、そのボールちょうだい。お、ちょ、ポニョ、ポニョ、ポニョさん、ポニョさん、ちょっとこいつやばいな、ポニョ。ポニョさんちょっとやばいな、あいつ自由すぎるな、あいつちょっと。いったー、めっちゃ減る、あぶない、ナイス。あ、余裕だった。こいつはマジで安定した、いいわ。そして経験値はバッチリくれる、うめえ。ミーナミ373さん、ナイス、ありがとうね。グッドゲーム、クスナガミブンブン、ベルさん、持ちカレ、グッドゲーム、ありがとうね、みんなありがとうね。アサトもありがとうね。いやー、いいわ。お、ネクロも勝負と、ナイスナイス、ありがとうね、ユキも、みんなありがとう。めっちゃレベル上がってない？ベルさん、邪気は火力ウップのバフでした。あ、そうなんだ。抜け殻びた。瞳の色なんて。まあだけど、間接的に友達の母ちゃん殺しちゃったもんね。間接的にね。ヨキさん、マーコナンは毎週何人もの人、うん、だよね、そうだよね、うん、あれリアルにいたらさ、コナンが一番の容疑者だよね、問答無用で。
気持ちが溢れてる。夢？あ、とうとう夢のかけら？来た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 。最後のあれは夢だったんだ。来た。だからミッキーマウスのあれだったんだ。ウェイ、南ちゃん。ウェイ、ありがとね。そう。俺この形さ、ミッキーマウスをさ、頭をさ、コンボでさ、ぶったたいたような形だなって思ってたんだよ。夢と繋がってたんだね。よし、行くか。あげるよ、僕の夢の形。えあげるよ。だけど似てるでしょ、形。僕の夢の形をあげる。ほら、あげる。受け取って。オリバーマーク、いい話よな。話よな。え、ココルじゃない？ CV 芦田愛菜。